ません。はい。これ土壌ください。はい。これ100グラムってどのぐらい入ってる感じですか。100グラムってどのくらいになっちゃう。どんなもんだ。これで45だから80ぐらいです。あ、じゃあ100グラムください。いいですか。150グラムでもいいの？まあ適当でいいですけど、大体で。これそのままなんか砂抜きじゃなくてなんかそのままもう食えるの？いいです。あとカニを。はい、家に戻ってまいりました。家に戻ってきてですね、今土壌をですね購入してきたんですが、ちょっとプラケにね開けてみました。こんな感じです。結構な数いますね。20匹ぐらいいるかな。まあ 100g500 円ぐらいで売ってたんですけど、まあ、70何グラムで、そんなね適当に入れてくれって言ったんで 70g 前後ぐらいの感じで、まあ、20匹ぐらい入ってます。体長がまあ10センチはないな、まあ、まだベビーですね。結構ちっちゃい子供です。 7、8センチぐらいの大きさかと思います。まあ、この土壌人間が食べる用のね土壌なんですけども、今日はですねうちの牛島くんと、あとまあピラニア軍団のね水槽に入れてみたらどんな感じになるかっていうので、ちょっとやってみたいなと思って買ってきました。まあ、これでだいたい400円ぐらい、500円しなかったですね。まあ、それとまあこれは余談ですが、自分用のカニ買ってきました。自分用のカニ、まあこれズワイガニ、これ安いんですよね。これ1杯で500円、2杯買ってきました。まあ、この時期なんでちょっとあんまり美味しいかどうかはねちょっとわかんないですけど、まあとりあえず安かったんでちょっと買ってね試しに、今日の晩酌にしたいと思います。まあ、早速このね土壌くんたちをですね、うちの、牛島くんと、ピラニアナッテリーの、ピラニア軍団に与えてみたいと思います。はい、ケージを洗ってきて今きれいにしました。でここにまた牛島くん戻して、はい、ごめんね。でここにですね土壌を投入してみたいと思います。じゃあまず土壌つかむところから。すごいな、つかめないよ。はい、いきます。ポン。おお、すごい。土壌がね逃げてすごいですね。
ー。